度 56.2% でした。熱中症には十分にご注意ください。メインスタンド前で行われております女子三段跳びの予選、エジプト試技順1番大阪学園国王の夏野さんが1回目で12メートル0.2と12メートル2出して予選通過です。ただいまの1着は第3レーンを走りました佐賀北のハモさん24秒64。
女子 200m 競走予選第2組の結果をお知らせいたします。プログラムは小林真奈刑事こちらと第3名の24秒64、2着第7レーン吉岡さん最強京都24秒67、この時第7レーン1.6m でした。3着以降は大型スクリーンをご覧ください。なお6着7着につきましては3分の1秒まで判定した結果、着差ありの判定が出たためご覧の順に確定しております。トラック競技予選は続いて第3組、第2レーンには北九州大会優勝大分西の大塚さん、第9レーンには中国大会優勝岡山総山の藤田さんが出場いたします。予選第3組は8名全員の出場で行われます。あ、固定、はい、あ、わかりました。この手の手元のあの部分あるじゃないですか、ここが、起動してないっていうか、上で上で知らなかった。第5レーンは大阪桐蔭の吉津さん、第6レーンは神戸兵庫会社の篠村さん、右スタンド前女子三段組の予選、石川星稜の宮口さん、長崎中心女子の佐伯さん、そして愛知中京大中京の平松さん、3名が1回目で12メートルをクリアしまして予選通過を取りました。女子は第3組の結果をお知らせいたします。1着第7レーン橋杉さん大阪桐蔭大阪24秒73、2着第6レーン下村さん近江兄弟社滋賀24秒82、この時追い風 0.4m でした。トラック競技予選は続いて第4組、
第3レーンには北信越大会優勝富山高岡南の鉄塚さんが出場いたします。予選第4組は第5レーン第9レーンを分けて6名の出場で行われます。予選は続いて第5組、第2レーンには北海道大会優勝 100m で第3位に入賞しました北海道立命館慶賞の臼井さん、第5レーンには 100m 第7位入賞北海道旭川龍谷の鈴木さん、第7レーンには近畿大会優勝 100m で第6位に入賞しました京都橘の菊さんが出場いたします。予選第5組は第6レーンを上げて8名の出場で行われます。
7レーンは京都橘の力さん、第2レーンは立命館慶祥の宇勢さん、ネイサンの前女子三冠跳びの予選、先ほど福井鶴田の芦田さんが12m20 のマークして予選通過ライン 12m00 を超えました。予選通過です。ネイサンド前女子三段跳びの予選、最後の跳躍は愛媛の津山北の川添さん、昨日は幅跳びで第2位に入賞しております。まもなくフィールド内の電光掲示板に記録が表示されます。青川さんの記録は 12m69、 追い風 1.1m ですので大会新記録の誕生です。愛媛の津山北の青川さん、予選の1回目で大会新記録をマークして予選通過です。トラック競技予選は続いて第6組、第4レーンには山形インターハイ第6位入賞、宮城柴田の三浦さんが、第8レーンにはアンダー18日本選手権で第3位に入賞、100メートルでも第4位に入賞しました北関東大会優勝の鈴木さんが、埼玉栄の鈴木さんが出場いたします。予選第6組は第6レーン第7レーンを分けて6名の出場で行われます。大型スクリーンをご覧ください。
お知らせいたします。プログラムは150番ページに変わります。1着第7レーン、イキさん、24秒46。2着第2レーン、薄井さん、立命館慶賞、北海道、24秒77。この時、オーバーズ 1.4m でした。3着以降は大型スクリーンをご覧ください。
塩投げ予選第1組競技終了です。トラック競技女子 200m 競走予選は最後の第8組。第2レーンには南関東大会優勝、今大会 100m で第2位に入賞しました千葉市立船橋の影山さん。第4レーンには東海大会優勝、愛知志学館の井戸さん。第6レーンには南九州大会優勝、宮崎商業の神田さんが出場いたします。予選最後の第8組は8名全員の出場で行われます。ただいまは不正スタートではありません。スタートの体勢に入るのが遅かったのでスタートをやり直します。
で、このスクリーニングは、メインスタート前で行っております。女子三段跳び予選の
途中経過が表示されております。第1組目1区は現在3名の選手が12メートルを超えて予選通過を決めております。川添さんの12メートル69は大会新記録、決勝への期待が高まります。続いて第2組2位1区の経過です。現在4名の選手が1名から4投稿しております。現在2回目の跳躍を行っております。2回目の跳躍、そして3回目の跳躍で戦突破を願います。選手へのご声援をよろしくお願いいたします。オーダースクリーンをご覧ください。男子やり投げ予選第1組の予選通過記録62メートルを突破した選手を紹介いたします。試技順20番中川くん、淡路美原、兵庫。試技順8番角くん、ベルム、東京。2番本田くん、拓井、石川。5番山岸くん、東京高校、東京。以上の4名でした。以降の結果はオーダースクリーンをご覧ください。
トラック競技の方はその後10時50分からは男子の 200m 競走の予選が行われます。注目選手としましては予選第2組にU20世界選手権にリレーメンバーですよ。今大会のランキング第2位になっております。滋賀北区東の川田の第1レーン、予選第3組第7レーンには先日の 100m 第5位に優勝しました茨城牛久天心の国語が第7レーン、また予選第4組には先日の 100m で第2位に優勝しました宮崎北の桑野君が第3レーン、同じく 100m 第6位に入賞しました福岡東福岡の山本君が第7レーン、予選第5組第7レーンには先日の 400m で見事に優勝山本インターハイでは第8位、関西プロレス日本選手権では第3位に入りました北海道世界の森君、また同じく400m で第7位に入賞しました石川金沢の金田君が第8レーン、予選第6組には先日の 100m で見事に優勝アジアジュニア日本代表 100m で第3位に入りました東京労災の塚本君が第6レーン、同じく 100m で第8位に優勝しました山崎鹿町工業の松原君が第5レーン、また400m で第5位に入賞しました宮崎南の松岡君が第8レーン、そして予選第7組には山形インターハイで第2位アジアジュニア日本代表静岡東海大少年の高橋君が第1レーン、また本大会が第1位の記録をマークしている神奈川法政第2の野村君が第9レーンに出場します。そして地元三重四日市工業からは本大会が第3位の林君が出場いたします。男子 200m 競走どうぞご注目ください。南極走路内側で行われております男子走り高跳びの予選第1組はこの後 1m99 に高さが上がります。それではトラック競技続きましては男子 200m 競走予選となります。男子 200m 競走予選は8組行われまして、各組の上位1着と3着以降記録の上位8名がこれは13時10分から行われます準決勝に進みます。
それでは予選第1組は第2レーンに長崎島原の夢田君が北九州大会の優勝者です。どうぞご注目ください。2レーンから9レーンまで8名全員出場でマウンドスタートとなります。大型スクリーンをご覧ください。現在行われております男子 200m 競走予選第1組の結果をお知らせいたします。プログラムは80ページをお開きください。1着第6レーン豊田区日立工業茨城21秒15、2着第3レーン木村君明星学園東京21秒32、この時追い風 0.7m でした。なお5着6着につきましては1000分の1秒まで発展した結果、ご覧の順位となっております。トラック競技の方は男子 200m 競走予選第2組となります。第1レーンの佐藤康沢君が大会の優勝者です。ご覧ください。4レーンと5レーンを分けて7レーン必要で間もなくスタートとなります。
福島、福島南の佐々木さんが12メートル07と予選と予選2トライを突破いたしました。第3ゲームが不正スタートと判定されましたので失格となります。
男子200メートル競歩予選第3組。競技の方は男子200メートル競走を予選続いて第4組となります。第3レーン宮崎北の桑野君は100メートルで第2位に入賞しております。また第7レーンを走ります東武道府の山本君は100メートルで第6位に入賞しております。どうぞご覧ください。それでは予選第4組は2レーンを受けて7レーンの出場で行われます。Thank you.
大型スクリーンをご覧ください。男子 200m 競走予選第4組の結果、プログラムは80ページ。1着第6レーン西君、